今日はですね、無印購入品をご紹介したいと思います。今ちょうどですね、11月7日までだったか、無印良品週間やってるんですよね。で、私その前に実はね、つい先日無印良品の衣装ケースをね、まとめ買いしちゃったんですよ。で、なんか来年の春くらいまでも無印良品週間ないのかなと思ってたら、なんとこの間なんかこう通りかかったらいきなりやってて、あ、しまったと思ったんだけれども、この秋欲しかったものがあったので、今回ちょっとまとめ買いしてみました。私がいつも買ってるものとかで、また今回新しく初めて買ったものとかいろいろあるので、もしかしたらね、参考にならないかもしれないんですけれども、今日は我が家の無印良品購入品紹介をやっていきたいと思います。ちなみに今日ね、実はニコさんが風邪ひいて学校休んでて、今そこで寝てるんですよ。なのでちょっと声を落としてご紹介していきたいと思いますので、ご容赦ください。それでは行ってみましょう。で、まず一番最初に買ったのがこちらです。じゃん、ダウンベストで、私昔ユニクロのね、ダウンベストを購入して、それがすっごい気に入ってたんですよ。でジッパーで上げるタイプ でしかもちょっとここに襟がついてて、でそれがすっごい便利だったんですよね。ポケットのところもちゃんとしまうことができたのでね、それめちゃめちゃ気に入ってたんですけれども、ある年突然それがなんかもう売られなくなっちゃったんですよね。で最近なんかもう無印さんもユニクロさんもなんかこういう襟なし でしかもなんかペチペチペチって止めるタイプのやつを販売されてて、でまあそっか、私にとってはちょっとこれってあんまり使い勝手は良くないけれども、でも前に使ってたそのユニクロさんのダウンベストがもう買えないし、これもね結構ちゃんとダウンが入ってるんですよ。なので今回初めてこちらを買ってみました。で実はこれちょっと失敗しちゃったのが、今期から静電気防止素材が使われているこのベストがあるんですよ。で私そっちを買ったつもりだったんだけど、家に帰って値札を見てみたら去年のやつを買っちゃってて、でああしまったと思ったんですよね。で返品しに行こうかなと思ったんだけど、でもセール品って返品多分できないと思うんですよね。なのでちょっと今回はね、これをまあ安かったしね、 なので今期はこれを着ることにしました。でこれもうすでにかなり着てるんですけれども、やっぱり私にとってはジッパー上げる方がすごい便利なんですよね。前のやつに使い慣れてるから。でそして本当言うと、ここのねポケットのところにもなんかこうジッパーついてたら鍵が落ちなくていいなって、安心感があっていいなって思うんだけれども、でもまあお値段がね安かったし、まあ、これはこれでほら、ここのところがあったかくなるって全然違うじゃないですか。さらにここは使いやすいじゃないですか。もうこうやってやればもう全然何でもできるし、でしかもこれを着た上で上にコートとかも着れるから、この手のやつはめっちゃ便利なんですよね。なのでこれ買ってよかったなと思ってます。で次に買ったのがこちらです。もうこれね、私ねもう何枚持ってるんだろうっていうくらい、多分これが8枚目くらいかもしれないっていうくらい、もう毎年これを買ってます。私実を言うと3年4年くらいまで無印さんの衣料品を買うっていう習慣がなかったんだけど、友達がね着てて、その友達がすごいいいよって言ってたんですよ。で私もともとねチクチクが嫌なタイプなんですよね、首周りとかので。こういうなんかこうニット素材っぽいやつは、ほんとウールとかのやつは本当に好まなくて、全然買わずに来たんですよ、綿100ばっかりで。なのにその友達がね、これ全然チクチクしないよって言うから、1枚試しに買ってみたんですよね。そしたら本当にチクチクしなくてびっくりして、多分無印良品好きな方はもう必ず1枚は持ってるんじゃないかなと思うんだけど、これすごいいいんですよ。もうめちゃめちゃガシガシ洗えるし、普通にね、翌年になるとやっぱり新しいのと比べると毛玉がやっぱり多少あるなっては思うんだけど、それでもお値段が安いからめちゃめちゃリピートしたくなっちゃうということでね、今年もこれを1枚買いました。今まではこういうシャラッとした感じのやつと、あとなんかこういうなんかこう縦にこういうなんかこう線が入ってるやつ、両方を同じくらい買ってきて4枚4枚くらい持ってるかな多分。で本当に洗濯何回繰り返してもかなり着れるので、毎年めっちゃ重宝してます。でそして本当にここ首周りがね楽だし、
ただなんですけど、今回ねこれの緑バージョンがあって買おうかなと思ったんですよ。で試着してみたら、なぜか、まあ、私が試着したやつだけがそうだったのかもしれない、なんか個体差があるのかもしれないけど、首がキュッて締まってたんですよね。お店の人に今季のやつって首が締まってるんですかって聞いたら、いや そういうことはなんか言われてないですけどって言うから、もしかしたら私がただ単にそう感じただけかもしれないけど、あの緑のやつもすっごい素敵で欲しかったんだけど、ちょっと首がギュッてなる感じがあったので、このやつはちょっと断念しました。でもこっちはね普通に着心地が良かったのでこれ買ってしまいました。ちなみにこれの厚いバージョンもあるんだけれども、それはすごいやっぱりなんかここ首がギュッとしてる感じがして、私はあんまり好きじゃないんですよね。でそっちの方が多分あったかいだろうし、あの首元全然気にならない方は冬はそっちの方が多分いいと思うんですけど、私は首がキュッてなるのがすごい嫌だから、これとこれの組み合わせで冬はしのいでます。で今季それにプラスしてちょっとなんかこれがあったかそうだったので買ってみました。なんかあの毛玉になりやすそうなんだけど、でも色がすごい可愛かったし、なんかこう白のねパンツと、あとなんかグレーのパンツとか、なんか私が持ってるパンツ系にすごく合いそうだったのと、あとあったかそうだったのでちょっと買ってみました。で試着してみたんだけど、めっちゃこれねあったかいんですよ。でちょっとまだ今の時期暑い日もあるからまだちょっと着れない感じなんだけど、これは本当に寒くなった時にかなり重宝しそうです。で次はですね、りょうちゃんの会社用のシャツなんだけど、今まで綿100 の、 あのキルト地っぽいやつを着てたんですよ。ただなんかやっぱりゴワゴワするっていうのは確かにあるみたいでね、シャツの下で。でお友達でね、肌に優しい系にこだわるお友達が、あのこれすごく良かったよっていうのでね、去年教えてくれて、で今年ちょっとね1枚試しに買ってみました。まだりょうちゃんに着てもらってないので、あの実際着た感じどうなのかっていうのはわからないんだけど、もう触った時点ですごいなんかね、あの柔らかくてめっちゃ肌触りが良くて、これは多分ねあと2枚くらい買いそうな気がしています。でそして今ねちょうど無印良品週間っていうのもあって、あのこういう時って本当になんかもう消耗品をまとめ買いしたくなるじゃないですか。ということで今回靴下を1人3足ずつ買いました。私がこれ、りょうちゃんがこれで、そしてで私ねニコタンのやつ3足で1000円かなと思ってたら、なんと19から23センチの子供用なんですけれども3足1000円しないんですよ。690円。だから足の小さい大人とかは子供用選んだ方がお得かもしれないっていうくらい安いですよね。本当こんな感じでね、ラベンダー色がいいんですって。なので今回はニコタンはこれということでね、今回はこんな感じで靴下をねまとめ買いしておきました。次にですね、またこれも消耗品なんですけれども、タオルを買っておきました。あの無印さんのこのねスモールバスタオル、多分こっちを使ってる人結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、スモールバスタオルって洗濯した時に乾きやすいし、あのリサイクルしやすいんですよね。今回はこのスモールバスタオルとこのフェイスタオルを2つずつ買いました。私ねこれはもうねかなり買ってるんですけれども、適度な薄さ、適度な厚さと乾きやすさとリサイクルのしやすさでめっちゃ気に入ってるんですよね。でこれもう皆さん本当にご存知だと思うんですけれども、ここにあの線がついててここで切れますよみたいな、ここで切ったらあの毛がピョンピョンしませんよみたいな切れ目がついてて、でこれ最後雑巾にできるんですよね。で私はなんですけれども、今もうすっごい良くなったので全然あの大丈夫なんですけど、ニコタンが一時期ウイルス性のイボですっごい足の裏大変だったんですよ。その時にね思ったのが、バスタオルをね毎日、まあそれまでもすごい清潔にはしてたんだけど、バスタオルにしようと思ってね、あの使わなくなったバスタオルを毎日洗濯するじゃないですか。でそれを毎日毎日変えて、もうとにかくそのなんていうの、バス周りの足元は清潔にしようと思ってね。なのであのうちはこの無印さんのこのやつがねすごい乾きやすいから、あの古くなったやつはこれを2つ折りにして、もう縫ったりせずにもうこのまま2つ折りにしてこのまま下にポイって敷いてるんですよ、あの足元にね。それが終わったら雑巾にするみたいな感じでね、ほんとリサイクルしやすいので、これめっちゃ好きで気に入って使ってます。
あの今期ね、なんかあのふわふわのやつの方で緑があって、それにも惹かれたんだけど、やっぱり白にしておきました。あの汚れが逆に目立った方が買い替え時だなってわかるから、ちょっと緑に惹かれたんだけど白にしておきました。次が食料品系なんですけれども、無印好きな人は多分ね、もう一度は買ったことある人多いんじゃないかなと思うんですけど、これ私のね、あの友達とか、あとねニコタンとニコタンの友達の中で好きな子めっちゃ多いんですよ。でこれ本当ただのパイ生地にいちごジャムが乗ってるだけなんだけど、もう本当手軽なんですよね。で子供の集まりにこれをもう本当なんかもう袋で持って行ってポイって置いとくだけで、もうこれすごいなんか本当好きな子多いから、あの喜ばれるんですよね。なので今回これをね2つ買いました。でも1袋はねこの間も食べちゃったんだけど、あの これめっちゃあのニコタンがなくなるとすっごい買いたがるので、今回もこれ買っておきました。多分無印良品週間中にまたまとめ買いすると思います。次にご紹介するのはパスタソースなんですけれども、今回ね初めて買ってみたんですけれども、このボロネーゼとポモドーロを買ってみました。で、あの実はねこっちの方はもうすでに一袋食べてみたんですよね。でそしたらやっぱりあの私がこれ手前味噌なんですけど、私が作ったミートソースがやっぱりあの馴染みの味でね、あのみんな好きだから、やっぱり私が作ったミートソースで食べたいっていう話になっちゃうんだけど、うちではね。だけどこれはこれでなんかこうちょっともう時間がない、今日はなんかもうご飯作りたくないっていう時に、あ結構いいなと思いました。でこれあのリガトーニと合わせてんのかな今ね、この写真はね、これあのタリアテッレとかと一緒に合わせて食べても結構美味しいです。で、これはねまだ食べてないんだけど、猫たんがちょっと食べてみたいっていうのでね買ってみました。これ美味しいのかな、なんかこれこそなんか家でもう本当にサッとできそうな気がするんだけど、あのどうしても試してみたいというのでね買ってみました。このさっきのこの2つなんですけれども、無印良品ってカレーとかこういうソース系とかパウチ系の食品類をあの目立つところに並べてるじゃないですか。で私そこからこれを取ったんですよね。でその後でまた無印に行った時に気がついたんだけど、この倍量入って200円くらい安いっていうあの大容量パックっていうのもあったので、もしあの夫婦で食べるとかね家族で食べるっていう時はそっちの方を買った方がいいと思います。もう皆さん本当こういうのはもう当たり前のようにご存知かもしれないけど、私あんまりこういうの買ったことなかったから、あの後で気がついてなんだこっちの方がいいじゃんと思って、ちょっとなんか損した気分になりました。もしね知らない方はこういうのね大容量パックも置いてる時あるので、ちょっとチェックしてみてください。であとなんかねこれはね仙台のね錦屋食品さんが手掛けてられる化学調味料合成着色料香料不使用のカレーです。で錦屋さんの方にもキッズカレーっていう感じであって、でそれは結構いいお値段するんですよね。480円とか一袋が。で外食するよりはまあ安く済むし、あの化学調味料不使用だしっていうことで、たまにそれ使ったりするんですよ。でもこれもねやっぱり化学調味料不使用で合成着色料香料不使用で、して錦屋さんがね作ってられるっていうことで、ちょっとねまだ食べてないんですけれども、どうかなと思ってちょっと試しに買ってみました。美味しかったらねお値段はこっちの方が安いので、ちょっと美味しかったらこっちに切り替えようかなと思ってるんですけど、ちょっとねニコタンに食べさせてあの聞いてみたいと思います。今回ちょっと私知らなかったんだけど、あの無印良品さんのカレーって錦屋さん以外でも作ってるんですよね。であのこちらも八食品株式会社っていうね長野県の会社が作っとられる、こちらも化学調味料合成着色料香料不使用のカレーがありました。で牛バラ肉の大盛りカレー、これは食べたことないんですけど、なんとなく美味しそうだなと思ってね。でしかもこれ見てみると 300g 入ってるんですよ。で私とりょうちゃんもうそんなに量食べないので、この一袋で2人で分けてちょうどいいかなと思ったので、ちょっと試しに買ってみました。これねりょうちゃんとにこたんが私が洋服選んでる時にこっそりもカゴの中に入れてたやつなんですよ。でこういうパスタスナックって、あの飛行機とか乗るとね時々出てくる時あるじゃないですか。でりょうちゃんこういうの大好きなんですよ、にこたんもだけど。なのでもうこっそり入れてました。ちょっとまだ食べてないので美味しいか分かんないけど、ちょっとねまたおつまみみたいな感じでいただきたいと思います。今ねにこたんが起きてきましたで、ね、ちょっとねにこたんの
あ、起きてたの？来てよかったのに。そしたらごめんね、うるさくしちゃって。あ、そうなの、ごめんごめん。リコちゃん起きてたみたいです。という声が起きて、隣だから、ね、起きててしょうがないかも。で、実はですね、リコちゃんね、今ねこちらの漫画にめっちゃハマってるんですよ。で、これはちいかわを描いた長野さんが描かれてる、あのちいかわの前身って言われてんのかな、ニコタン。これ YouTube ではそう言われてたけど、本当かどうかわかんない。本当かどうかわかんないって、本当かどうかわかんないんだけど、なんかこうちいかわの前身みたいなね、このあの熊のむちゃうま日記っていうのがあって、ちいかわたちの顔のモデルはモグラコロッケだよ。あ、そうなんだ。ちいかわたちの顔のモデルはモグラコロッケなんだって。あれもすっごい可愛かった。私この間長野店行ってみたら、とにかくね、この今ニコタンがハマってるこのクマのむちゃうま日記ね、大人が見てもあ、わかるわかるみたいなポイントがたくさんあって結構面白いんですよ。で、ニコタン、ここの何ページだったっけ？57ページ。57ページ覚えてんのかい。本当だ。このね、バームクーヘン食べるか、バーム吸うか、無印良品の空気っていうところから始まって、冷やしバームを食べるっていうねページがあるんですよ。冷やしたバームとチョコがけホイップっていうのをねやってて、でそれを食べてうまいって言ってるこのページがあるんですよね。で、これをねニコタンがぜひやりたいっていうことで、で私が洋服選んでる時にこちらももうカゴに入っちゃっててね、でこれをやってみたので、ぜひそちらの映像をご覧ください。3分間ボウルの中でクリームを冷やします。だってこれも入れて、入れて、どうぞどうぞ。おっと、怖。あ、上手にできたじゃん。すごいすごい。あ、ちょうどいいじゃん、これ。すごいちょうどいい感じ。おいしそう。いい感じじゃない？うん、いい？うん。はい。ニコタン、あとはニコタン説明して。え、チョコかかってるじゃん、ニコタン、これ。ニコタンがチョコがけバナナ。え、何やねん。トマが普通のバナナバーム。いい、開けて。あ、トマが普通のバナナバームなの？うん。え、ちょっと待って待って待って、だってさ、あの本に載ってたやつは何なんだっけ。バナナバーム、クマのむちゃうま日記1の57ページの、うん、ちょっと見せてね、これね。はい、57ページがこちらでございます。冷やしたバナナバウムとチョコがけホイップをやってたので、作りました。作りました、はい。で、今日はそれをちょっとあのもうご飯の時間だからちょぴっとなんだけど、あの通常の半分サイズで、で、あの本当はチョコがけじゃないんだって、あの本当のやつは。だけどニコタンが今日はチョコがけ、パパがチョコがけ、あ、じゃあパパがあの普通のプレーンじゃなくてバナナバウム、うん、うん、そうだったんだ。じゃあ、あとはもうニコタンの好きなようにデコレーションしてください。はい、うん、あんまりどっぷりっていうのもあれだけど、あ、いいんじゃない、それぐらいで。それで、それとなんかチョコ、おお、すごい。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、ちょっと熱々だけどね。はい、じゃあこれでクマの、なんだっけ、クマのむちゃうま日記1の57ページの冷やしたバナナチョコ、ニコタンのチョコバナナバームと、うん、チョコがけホイップです。これ冷やしなんだね。ママはいつもバームクーヘンとか焼き菓子は一回トースターでチンしてから食べるの好きだけど、甘い、うん、バームがしっかりバナナに味してる。本当、うん、どう、美味しい、うん、作った甲斐ある、うん、おすすめしちゃう、みんなに、おすすめしちゃう、美味しい。よかったね。
はい、ということで今回の無印購入品紹介いかがだったでしょうか。私がもともと気に入ってるものと今回初めて買ったものといろいろあってね、ちょっとあの私も今から試すのちょっと楽しみにしてるものもあるんですけれども、今回ねまだ11月7日まで、無印良品週間やってるのでね、もしねまだ行ってない方で今のうちに買いだめしときたいっていう方がいらっしゃったらね、ぜひ行かれてみてはどうかなと思います。ということで今回の動画を見てなんとなく面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。今回ですね、追加でこちらのパンツを購入してみました。店頭で着心地をチェックしたんですけれども、ウエストはゴムと紐なのにシルエットが良くて、ウエストを隠してしまえば高見えの一品です。今回は店頭に希望の色とサイズがなかったのでネット注文しているところです。ちなみにですが、本当はグレーと白の両方が欲しかったんですけれども、白は売り切れていたので断念、グレーを購入してみました。実はこれとよく似ているパンツをアーバンリサーチドアーズで 2,3 年前に買ったんですけれども、お値段は1万円近くしたと記憶してるんですよね。それが無印さんではオーガニックコットン 99% 使用で3900円とめちゃくちゃ安い。仙台市内の無印さんで何店舗かチェックしましたが、やはり人気のアイテムのようで、どの店舗でも品薄になっていたので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。